しい。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。いや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 、ラジオ厳しいですね。久しぶりの茨城だっけ、ね、今日は IBS 放送さんでちょっと閉められちゃいました。どうもよろしくお願いします。みゆき&のぶきのみゆきです。はい、よろしくお願いします。あ、日立中でしたっけ。あ、日立中にですね、本当に日立中の僕の職場サラリーマン時代の後輩がいますんで、今から生放送出るかってメールしますから。すいません。忙しいんです。忙しいんでちょっとすいません。その日立中が言いたかっただけですよ。茨城日立中と日立中を今スルーされちゃいましたよね。茨城放送の生。さあ、スマイルスマイルゴールドをお送りしております。さあ、今日のお楽しみゲストでございます。よろしくお願いします。いや、どうも、やらせてください。いや、やっぱりさ、いつも頭の中に入れてるのはスマイルスマイルよ。笑顔が大変です。今来たばかりやけど、いい目をさせてもらったよ。あばよ、柳沢慎吾さんでした。いや、それさ、はやちゃんさ、もう一人実は来てんのよ。あ、はい、あの元日本テレビのアナウンサーの徳光和夫さん、来てるんで、ちょっと紹介します。徳光和夫さん、茨城放送を聞きの皆さん、こんばんは。あ、こんにちはですね、徳光和夫です。そんな素晴らしい茨城県民の皆様にズームイン。そうなの、今日いっぱいでさ。で、なんかアニメのキャラクターのルパン三世のミネフジコちゃん。ミネフジコちゃんも。フジコちゃん。ルパン。おお、あんま聞いてねえじゃねえかよ。あ、どうですか。いや、あのもうみっちゃんがね、もうモノマネ黒柳徹子さん。でもやっぱり私もう少し上手いんですよってなんか自分のこと言ってますけれども、やっぱりもうロブ&フッキーがいらっしゃったら、はい、やっぱりいや緊張するなんて恥ずかしいかもしれないんですけど、やっぱちょっと緊張しましたね。本当ですか。そんなの全く見えなかった。とかけらも見えませんね。見えませんでした。はじめまして、林光子でございます。今日はですね、スマイルスマイル金曜日お届けするんですけれども、今日は本当に素敵なゲスト、みゆき&のぶふき、どっちどっちで頑張ってらっしゃるお三方お招きいたしました。スマイルスマイルは木曜日金曜日、もちろんなんですけれども月曜日から金曜日までお届けしております。木金は林光子の担当、まるでレディース4のように4人の女性たちが頑張って音楽情報番組お届けしております。素敵なゲストもいつもお招きしてるんですが、今日は私ハイテンション、すごい素敵なゲスト、楽しいです。こんな番組です。ぜひ聞いてください。スマイルスマイル。それでは皆様、大きな拍手でノブ&フッキー、そしてみゆきをお迎えください。皆さん、ようこそおいでくださいまして、ありがとうございます。ようこそです。ありがとうございます。今日はキャンペーンですので、はい、まあ、ノブ&フッキーも今日はモノマネをちょっと抑えようかなと思って来ましたけど、まあ皆様のノリによりまして途中モノマネも挟もうかななんて思ってますから、せっかくですから ね。ありがとうございます。あ、2階席の皆様もありがとうございます。もうね、この平日に関わらずこう来ていただいたというのは、ね、そうですよ、嬉しいですから。土曜日日曜日じゃないですから ね。さあ、それではですね、僕たちも楽しみにしてました新曲が8月の8日クラウンレコードから発売になりました、はい、まずその今推し推し一押しですよ。一押しのクラウンレコード一押しの、はい、はい、ね、こちらがこの間もクラウンレコードの本社に行ったら、はい、センターにこれがどんどん貼ってありまして、北島三郎さんの隣に貼ってありまして、一つ、はい、こちらの笠間の皆様にもこの曲を聴いていただいて、はい、ぜひとも紅白歌合戦達成に一つお力をいただきたいと思います。よろしくお願いします。します。今日も一生懸命頑張ってまいります。皆さん、最後まで一つよろしくお願いします。We'll be right back.
違えちゃった。羽に通り風に変え信じる恋すぎて泣きたくなる夜そばで少しでも話すようにして、はい、ということでございます。今日一日茨城放送、そしてこちらの方もね、パルパルさん、茨城を今満喫しながら新曲のキャンペーンもできて、僕たちはこのキャンペーンというのは意外と初めて近いんですよ。どうでした、どうでした。いやちょっとね、なんかね、新鮮だよね。こんな雰囲気あんまり感じたことなかったね。ちょっと恥ずかしさもあり、なんか歌手になったのかなみたいな。いやもちろんです、なったのかなみたいな。もちろんです。でもやっぱりあれですね、さすがにお二人がモノマネに変わるとやっぱお客様バーッと盛り上がって、いやでもね、でもやっぱりこれからね、そのモノマネっていうのを武器にして大切にもちろんするんだけど、もうこれは今ユニットで今歌出してるから、そこでもね、ガッと引きつけられるように魅力的なボーカリストにならないといけないなと。行きましょう、これからですね。はい、まあミクシャはこういったキャンペーンは、私はもうそうですね、ずっと先輩やってくださいよ、地方回りとかもしてましたので、まあちょっとやっとまたこうやって歌う場所に戻ってこれたなという、ちょっと幸せをかみしめながら今日私歌わせていただきました。でもね、時間的には突然のキャンペーンだったから、で5時半って意外とその夕食前の、意外と皆さん、主婦の方、忙しいですね。お昼とかの方がやっぱりガッと入ってるらしい。それでもこうやってね、写真撮って見てくれたのは本当に嬉しいですね。まあこういったこの画像がですね、リンクされてですね、YouTube とか、こうインターネットテレビとか乗りますけど、これからはちょっと意気込み、まあ僕らも全国いろいろモノマネ回ってますけど、まあみゆきちゃんとしても新たな出発ですから。そうですね、新ユニットみゆき&のむきね、どっちどっちをですね、一人でも多くの方に愛していただけるようにです。明日からまた元気に頑張っていきたいと思いますので、皆様応援してください。そしてみゆきブログもやってますので、チェックしていただければ嬉しいです。こちらまでよろしくお願いいたします。さあ、ノブフキもね、これからもまたモノマネの方、そしてどしどし頑張っていきますので、一つ全国の皆さん、ぜひ応援の方よろしくお願いします。さよなら。